プレイステーション5本体の後方互換機能により対応しているプレイステーション4用のゲームを引き続きプレイできることはご存知でしたか？この動画ではそのための方法をいくつかご紹介します。まずはデータ転送です。データ転送を行うためにはまずプレイステーション4本体で準備をしましょう。システムソフトウェアが最新バージョンにアップデートされていること、プレイステーション5本体で使用するものと同じアカウントにサインインしていることを確認してください。次にプレイステーション4本体をプレイステーション5本体と同じネットワークに接続します。 Wi-Fi 経由でデータ転送を行うときはプレイステーション4本体とプレイステーション5本体を LAN ケーブルで接続すれば転送にかかる時間を短縮できます。2台の接続が完了したらプレイステーション5本体の手順に従ってください。プレイステーション4のアプリやゲームが転送されている間もプレイステーション5本体で引き続きプレイを楽しめます。ゲームの転送には他にもいくつかの方法があります。お持ちのプレイステーション4用のゲームがパッケージ版の場合はプレイステーション5本体にディスクを挿入すれば自動的にインストールされます。プレイステーション4用のゲームをインストールした拡張ストレージをプレイステーション5本体に直接接続してもプレイできます。プレイステーション4用のゲームは拡張ストレージに保存してプレイステーション5用のゲームのために本体の SSD の空き容量を確保しておくことをお勧めします。過去にプレイステーション4用のゲームをプレイステーションストアで購入したことがある場合は購入時に利用したアカウントを使用してプレイステーション5本体にサインインしゲームライブラリーまたはプレイステーションストアからゲームをダウンロードできます。ゲームのセーブデータを転送する方法もいくつかあります。データ転送機能を使う方法やプレイステーションプラスのクラウドストレージを使う方法です。セーブデータを転送するには有効なプレイステーションプラスの利用権が必要となりますのでご注意ください。プレイステーション4本体からプレイステーションネットワークにセーブデータをアップロードしたらプレイステーション5本体にダウンロードしてください。 USB ドライブがあればプレイステーション4本体のセーブデータを USB ドライブにコピーしてそれをプレイステーション5本体にコピーすることも可能です。必ず両方で同じアカウントを使用するようにしてください。これでプレイステーション5本体にゲームが転送されプレイできるようになりました。どうぞお楽しみください。プレイステーション。